something more than friends。はい、どうも皆さんこんにちは、ベジパレットです。今日は2020年の11月9日ですけども、今日から2週間かけて農業仲間と西日本ぐるっと一周してこようと思います。回る中で、同じような肥料や資材を使ってる生産者のところを回って、どんな感じで効果が出てるかというのをちょっと見てこようと思います。今日は1人ではなくて、こちらの3人の農業仲間と一緒に行く予定です。品目としてはトマトやキュウリ、イチゴ、ブドウ、柑橘系などいろいろありますので、見るのも楽しみです。こちらの方の2人は長野の方でブドウを生産しているブドウの見える化軍団という軍団の人たちです。まあ、軍団で何してるかというと、ブドウの用途別で品質を作り分けたり、いつどのタイミングで何をするとどのように品質にどのように影響があるかなどをデータを取って分析をして見ることによって、まあ、技術を上げていくという、そういう意味での見える化軍団です。まず今日は、山形から長野に来て、長野から今静岡の沼津に向かっているので、まず沼津の方に向かってみましょう。どういう風に入ればいいの？沼津、今日の育生産者って何の品目やってるとこなんですか？今日育生産者は、まあ、名前が川口さんっていう方で、もともとはバラ作ってて、バラやってたんだけど、なかなかこうバラじゃ生計立てられないってことで、うちの先代の社長にこう相談した時に、まあ、これからはブドウじゃないかってとこで、まあ、ブドウの棚を立てて、で今あるあのバラ作ってたカオンかな、カオンのハウスの方を有効利用して、そこでシャインマスカットとかクイニーナを今栽培してるところですね。今やっと静岡に入って、多分沼津の近くまで来たと思います。多分もうちょっと、もう30分、もう30分ぐらいですかね。もう1時間ぐらいなので、もうだんだん海見えてきたんで、もうちょっとです。まあだから28ぐらいか時に親父病気になって亡くなってって言った時に、まあ、親父が残したものだし尊敬してるのもあったから、ついでやれるとこまでやってみようかなみたいな、最初はね、まあ、失敗したら失敗したで親父には迷惑かかるけど、まあそれが自分の実力かなと思って一回トライしてみて、まあ過酷には過酷だったよね。客ともどうやって話していいか分かんないし、ブドウのこととか農業のことだって知ってるわけじゃないし、でもなんかこうね、親父の取り巻きの人たちがすごくこう慕ってるっていうのとか、あとその息子だからってまあ批判する人もいたけど、それでもこう信じてまだついてきてくれる人がいたから、自分でもまあ限界を超えるまでやってみようかなと思って、でやってってうちに、まあ、いろんな人と出会って、今もあれかな、逆に楽しいっていうか、自然に何も疑うこともなく楽しいかなみたいな。客行くところも今までは嫌だなっていうのはなく、逆にいろんなことこう話しに行ければ面白いなと思うし、若手の人だったら教えてあげたいなと思うし、会社の利益とかもそういうのもあるかもしれないけど、でもまずこう出沢さんとか含めだけど、生産者とかが本当にこう農業って楽しいよねとか、農業やっててよかったよ、いろいろしてくれてありがとうって言ってくれれば俺はそれでいいかなみたいな。なぜ農業今は。もう小3の時に文章に書いてたくらい、世界一の牛飼いになるって決めてたから。小3ですか。もう小3で決めてた、だから牛飼いをやるっていうのはもう必然で、基本的にはもう自分が言ったことを曲げないっていう状態だったから、何も意識してない、いろんな道のスカウトとかそんなもんあったけど、車のレースやってた時も全然気にもならず、もう牛飼い一辺倒みたいな感じかな、はい、まあ経営者になるっていう、要は2代目
まあ、牛飼いで言えば3代目、企業を運営してからは2代目、2代目になってからじゃ何をやっていくのってなった時に牛飼いだけやってりゃいいっていう問題でもなくなってくるから、自分の親父がやってきたことって何をやってんだろうなっていう興味が湧いて、データとか数値とか見えるかっていうところに自分で取り組んでいくって決めた。だこれが24ぐらいの時で、そこからまあ経営やるってなって32で社長になって、いろいろあるけどこうやって農業者と一緒に全国回れるってのはまあ素敵なことだよ。これがさっきの次にしたら恥ずかしかったな。農業とか、ね、嫌いで大丈夫だよ、それは編集しないでください。カットしたね、カットは。カルシウム少なかった、うん、そうですね、うちはうちの農場は。逆にカルシウムをくっつけてじゃないとカルシウムって移動できない施設なんで、はい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 、止まっちゃうじゃないですか、はい、何かとくっつくわけですよ。だぶっ飛びビーフ振った時ってリン酸カルシウムで移動すると想定してるんですよ、はいはいはい、で窒素と一緒に振った場合って硝酸カルで移動してるって考えるんですけど、うんうんうん、いろんなこのカルシウムの形ありますけど、例えばカリ断熱って硫酸カリ撒いたら逆に硫酸カリ、there's a feeling in my soul, can't defeat it, I lose control on my life。 おはようございます。今日は2020年11月10日で、今日は2日目です。昨日はあの真っ暗で何も見えなかったので、今日はあの明るいうちに移動したいと思います。今は静岡なので、今日はここから京都の方に移動してワイン用のブドウの生産のところを見てこようと思います。その途中に肥料の生産をしている、製造をしているところの工場によって見学をしてから行こうと思います。じゃあ行ってきます。中でなぜであるとか、菌体肥料であるとか、昨日のあのおでんのあのふりかけの匂いが、そうですね、やっぱ見出そうって、うちの場合やっぱ魚の肥料が多いので、うん、こういう感じで魚が、これ白いのが骨で、ね、ここで混ざりながらコンベヤーに、工場見学も一回終了したので、これも積んであるのでちょっと失礼します。それをやっていこうかな。ちょっと出てみましょう。はい。残念、全然釣れなかったですね。まあ引き潮でもうベタ波になってるのでもう無理かなと思ったけど、まあ気分転換に投げてみました。じゃあちょっとこれで移動してみようと思います。無視しないでください。ちょっと待って、あとだいたい2時
時間ぐらい、2時間ぐらいの到着予定で走ってます。かなり動揺したから運転手のガナ君はサイレンでかなりビビってました後ろでは栗田社長が寝てます。完全にヤクザみたいですね。サングラスにリップですねこれ一人だったらね、移動距離がしどびこれ一人で心折れるよ。山形から京都、愛媛、熊本、大阪、嫌ですね。大山料金所の方抜けてけんじゃねえの、普通に降りるの。はい、あれからやっと3時間半ですね。3時間半かかってここの京都の丹波ワインというところに来ました。まあ、ブドウがどんな感じでなってるかというのと、あと我々が使ってる同じ資材の紹介ですとか、他のところで使ってみた時の効果などをシェアしていこうと思います。あ、僕です。お疲れ様です。お疲れ様です。品種って実際何作られてるんですか。製品にしてるのは8品種ぐらいなんですけれども、はい、醸造用の専用品種を50品種以上持ってます。試験的にとりあえず植えてるだけなんですけれども。50品種ですね。Something more than friends.